謎スポット第2弾。向こうが一番真ん中の位置。この上になんかね、あるってことですよね。ちょっとね、Google マップで見てみましょうかね。上から見える可能性があるんで。今日は、謎スポット第2弾やろうかなと思います。カラストンネルっていうトンネルなんですよね。で、普通のトンネルと違うっていうのは、稀にあるそのトンネルの中に街灯がついてないっていうトンネルなんですよね。まあ、あんまりすごいのかわかんないですけど、いろいろその幽霊とか心霊スポットとしてちょっと B 級心霊スポット的な感じで有名なんですよね。ちょっとね、そこに行ってみようかなと思うんですけど、はい。このカラストンネル、人が通る理由もなく、歩道も存在せず、車に轢かれる確率が高そうだ。カラストンネルって言うんですよね。カラスって言うんですけど、このトンネル自体がカラストンネルっていう。すごい風、まるで地下鉄乗り場にいるかのような、強くもなく弱くもない風が突き抜ける。このレベルだったら普通に街灯つけてもいいと思うんですけど、なんでないんですかね。あまり車の行き来がそこまでないって言っても、近くに工場あったりするんですけど、結構音が反響して、結構ね、遠くから車通ってるんですけど、なんかすごいやっぱ音が反響するんですよね。一番真ん中の位置。トンネルより反響音がものすごいな。続いての現場はこちらだ。国鉄時代の食堂を使った喫茶店、かっこ廃業済み。昭和らしいものを見ると、なぜか落ち着くのは自分だけだろうか。お食事喫茶。
フレンド。田んぼの横にあったのは、名もない身元不明の観音像だった。なんでこんなとこに。すごい、後ろがすごいな、これ。すごいですね、こんなとこに。何も書いてないですからね。なんかね、あの上に、なんかあるんですよね。見えますかね、あの上に、家みたいなのが。どうやって登るんやろ。なるほどね。おそらくね、この上に行けば、なんかそういう、あれなのかな。登山禁止。この上になんかね、あるってことですよね。神社とかそういう施設が。ちょっとね、Google マップで見てみましょうかね。上から見える可能性があるんで。Google マップでチェックした場合、このような結果になってしまった。山の中に何かある。一軒家のようだ。これあったの知ってる人いましたかね、このこういう。でもね、こういうちょっと変わったものがあったりするんで、こういうちょっと昔の何かしらあったんでしょうね、これ。というわけで最後のラズスポットなんですけど、はい、ここです。はい、福山で有名な桃太郎なんですけど、実際ね、桃太郎なんか秋田県とかなんか香川とか桃太郎伝説があるっていう話を聞いたんですけど、実際岡山じゃなくて、そういう説もあるということで、どうなんですかね。桃太郎伝説で有名なのは岡山県だが、香川県や愛知県、鳥取県などが挙げられる。本当なのだろうか。いや、わからない。日本遺産、桃太郎伝説の生まれた町、岡山。はい、というわけで今回謎スポットボリューム2終わります。まあね、そのいろいろね見れば、いろんなところね、ゆっくりね目を凝らせばあるとは思うんですけど、まあでもね、本当に謎が多い岡山だと思うんですけど、他の県外にも謎なスポットはいっぱいあると思います。これからね、またいろいろその謎スポットをね見ていこうかなと思います。それではね、またスピチューブよろしくお願いします。それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、
チャンネル登録もよろしく。